はい、ブラックナイトです。今回ですね、最近のアンチについての動画なんですけど、いや、そろそろね、ちょっと好評だったアンチとの通話動画、撮ろうと思ってるんですけど、いや、ドイツにしようかなって、もう料理のメニュー表を眺めるかのようにちょっと悩んでるんですけど、いや、いっぱいいるんですよね、山田しねしね系キッズとか、俺人のこと晒してるじゃないですか。その晒してることに対して怒ってるおっさんとか、なんか喧嘩とつけの人もいたな、そういえば。あと頭がおかしい、怒ってるってことだけは伝わるんですけど、日本語めちゃくちゃで、なんて書いてるかわからない人とか、他にもいっぱいいるんですけど、メニューはこんな感じですね。みんなどれ行くって感じなんですけど、いやもう、コメント欄で聞くのもいいんですけど、もう山田しねしね系キッズはもう、通話しても前と同じ感じになるだけじゃないですか。で、頭おかしい系はもう会話ならないし、で、怒ってるおっさんもありなんだけど、それよりもちょっと気になったのが、喧嘩突系か、喧嘩突っていうのが、そういう系の人も2人ぐらい来てたんですよね、DM で。フォロワーもそこそこいて、プロフィールのところに喧嘩突みたいな、書いてる人もいましたね。ワンチャン喧嘩突行く？それが。通話してみる？いや、俺、喧嘩突とかしたことないから、どうしようか、ボコボコにされたら。それはそれでネタになるからいいんだけど、ちょっと喧嘩突系のやつに変身してみるか。むしってたけど。で、変身が来たら通話するって感じしますか、じゃあ。そうやね。意外と好評だったから、ちょっとアンチとの通話動画やってみますか。てか、そうだ、あとちょっと前に知ってる人は知ってると思うんですけど、俺に大量にアンチコメしてたガキとその仲間たちいたじゃないですか。なんで最近そいつらのアンチコメがピターって止まったかというと、俺のリスナーさんがそのチャンネルにハエのようにたかって、通報爆弾をしたのかな。それでチャンネル潰したらしいですね。俺絶対嘘やろうと思ってチャンネル見たら本当に消えてたっていうね。リスナーさんがDM でこいつチャンネル消せましたよとかって、マジでと思って見たら本当に消えてたっていうね。怖えよな、本当。しかも、これはちょっとあくまで俺の、俺の考えなんですけど、今はなきそいつが俺にアンチコメしたら必ず1分かからないぐらいにそいつを擁護するコメントが3個ぐらい来てたんですよ。でも赤を変えてきた感半端ないんですけど、でもそれだけならまだ、ある話じゃないですか。でも1ヶ月くらい前に出した動画にそいつがまたアンチコメしてたんだけど、また1分かからないぐらいそのコメントに対して正論とか山田キモいとかコメントされてて、そこで俺は確信したんですけど、こいつ自作自演してるなって、1人最悪くらいしてるなって思って、で極めつきはそいつのチャンネルが消えたら、そいつを擁護してたチャンネルからもアンチコメがピターって止まったんですよね。つまり、やつは自分の仲間がリスナーがいないから自作自演をしていた、痛いアンチキッズでしたね。これでまた俺にアンチコメしてきたら、もう図星を突かれてピキっちゃったって捉え方するからね。まだいっぱいアカウント作ってくるのかなって感じですけど、いや、面白いよね。あと、こんなやつもいるんですけど、自分今メインやか、今フレンド満員なんですよ。で、DM でフレンドになってくださいって来るんですけど、満員なんすよ、すいませんって送ったら、は、お前の動画低評価押すわとか言うやつもいるし、とんでもない話でしょ。最初めっちゃ丁寧に来るんだよ。DM であ、山田さん、いつも動画見てます。フレンドになってください。お願いします。みたいな感じで、あ、満員なんすよ、すいません。は、お前の動画低評価押すわ。これだからね。表現ぶりすごいからね、もう。いや、もうとんでもないよね、本当に。あとね、こんなやつもいるわ。声が生理的に受け付けないんで、動画投稿やめてください。じゃあ見るなよとかね。もうこんな、こんなやつもいるから。生理的に受け付けないんだったら動画見ないでくれないみたいな。すごいよね、もう。とか、あとこんなやつもいたわ。これはアンチではないんだけど、野獣先輩アイコンのやつから毎日語録が送られてきたりとか。しかも笑えるのが絶対夕方の4時くらいに来るんですよ。
なんでまあ学校の帰りのまあ電車が暇なのかなとか、まあ、この時間暇なのかなとか想像すると面白いんですよね。いやでも毎日だからね、やばいからね本当に。ってな感じですかね。まあ今日は俺のアンチの裏事情動画みたいな感じでしたけど、まあ最後に言わせてもらうなら、まあなんやかんやでアンチも好きよ。